こんばんは、伊勢の子です。カレンダーが来ましたね。今日11日か。次の新キャラ的には、20日の、超英雄紹介イベント、電波の連戦と一緒に行くみたいですね。現象、英雄紹介イベントかな。今回は紋章師は、いなさそうですね。で、来月、紋章英雄が、紋章死に会連勝って、ブチン、うん、わかんないですけど、1回目は、金海と紋章師が一緒に来てましたね。もしかしたら、次も、同時なのかな。じゃあ今日は、召喚から行ってみましょうか。これは、ワユちゃんいないので、起動を引きましょう。遠征は来たんだよね。お、レースツアー来て。あ、ダメだ、フローに。おお、でも、無事故だ。今、この子はいるけどね。この子も、すごいワープキャラだよね。遠征したら、めっちゃワープができそうです。できるんじゃないか。わあ、多分、全員いますね。あ、いきなり、出ましたけど、あ、ダメだ。お星さん、ニーナ様、どうしましょうかね。5人とも結構、強いですよね。やめとこうかな。やめてどうすか。おー、あれ来てるか流れが。ゲンヤルン様。開花だったっけ開花だよね。あー、来てるのかどうしよう。いやー、やめとこう。やめときましょう。の両分にしましょう。これで生きたらすごいけど、すごいけどね。いや、ない。やめとこう。やめとこう。星に乗ったらダメなんで。ブルスラさんの穴、行ってみようか。わ、わわわ。二人来たのはすごいけどね。バイエス来て。あ、変に行くね。さあ、こちらの方は、その貴様に、ピアニーちゃん、ベンブラ様、リュウギリスさん、ブアスジュ。この人って、星読んだっけ？あ、速さの先生とかあるの。あ、まあ、これは、あれか。天空でか。で、リンシア様。ツエリンシア様。アリオンくんね。ユンヌちゃんが多分、偶像ですね。演劇か。アリオンくんがね、アリオンさんがね、確かクガちゃんで、どうすねえんだよね。クガちゃんだったかな。忘れちゃったけど、どっちかわかんないけど、まあ、とりあえず止めてなんとかしましょう。ぶちって、ぶちって、どの家から？リュウギリュウさん倒す。エンブラ様倒す。どうかな？バイオン。どうするか。ここはちゃんと多分、間違えてますね。じゃあいいよ。臨床さん倒して。まあ、ここでいいか。挨拶に参ります。あ、ガーツナいけるか。じゃあ、まあ、倒しちゃおうか、じゃあ。ゼロなんだ。まあ、いろいろいいだしね。いいとも。倒しちゃって。で、アイオンプマと、で、こう倒せるわ。で、まあ、閉じ込めますか、あとは。謎はさすがに大体よね。こっちかも。で、と、まあ、
50個か、すり抜けとかはない。差し違え？なんだっけこれ。忘れちゃった。今これで大丈夫でしょう。これを壊して、これを壊して、倒しちゃうと、ありがとうございました。で、もう一人目の方は、セイズちゃん、プラス1、イアニーちゃん、リュールさん、お、プラス7、すごいですね。あ、デルト先生プラス10。おぉ。で、エイブちゃんがプラス1。で、バグちゃんがプラス3と、と、しかも X がついてますね。あ、車だけついてる。すごい。めちゃくちゃ強いですね。でも、もう、行ってみましょう。リュールちゃんを発見にする感じかな。ただ、ワイン、あ、先にスカビオサじゃ、行っちゃうね。ワイン攻撃。おっと、倒される。いや、さすがに、アムラお姉さんのアマルは、で、耐えれなかったと。で、そんで、経験区で、ごちゃって、バキョチョは、撮ってる感じですかね。あ、二人目の方は、イェーイ、五人防衛ですね。五人攻撃か。イェーイ、ティアニちゃんよ。はい、グッサン。と、まあ、デフォルトの、で、ヒノカ姉様。で、ニンヤンちゃん。で、またリュウが、リュウさん。ルーちゃん。これは、まあ、アイクさんで受ける感じですかね。ただ、そこにいると、あ、そうだよね。まだ、やっぱりテンクを、あ、じゃあやったかな。アイクさんが、うまそうよ。うまほぼ全回復しちゃうからね。あ、おぉ、はぁ。天空、やっぱ事故りますね。バックルのさん倒して、リュールちゃんで、倒して、ダブちゃんを、いや、今日、ノートさんを、アイクさんで返り討ち。で、スパビオーソちゃんが、移動制限かかってますね。あ、アイクさんが、HP1 になってる。パーマンスを壊してって感じか。これは、リュールちゃんで倒す感じかな？どうやんな？あ、アイクさんで、倒すか。こんな感じですかね。これは、で、2レスとか、くれて、私の負けと。あれ？うわ、ポーさんです。ありがとうございました。とても決めよう。あーって。全然、ラズアは嬉しいけどね。この辺をなんとなくやっちゃいけないんだよね。